皆さん、こんにちは。多摩交通局のコマです。今回は私コマが国分紫外線の秘密に迫るということで、国分紫外線の紹介をしていきたいと思います。JR 中央線に乗っていますと、こんな不思議な光景に出会います。JR 国立駅から、JR 西国分寺駅に向かう際に、JR 国立駅のホームは交換になっているのにもかかわらず、隣の西国分寺駅ではホームが切り通し半地下のような形になっているんですね。なぜ隣の駅なのにもかかわらずホームの周りの風景がこんなにも変わるのでしょうか。これには国分紫外線が関わっています。国分紫外線とは武蔵野台地と呼ばれる台地上の地形をですね、多摩川が削ってできた連続した崖のことを、国分紫外線と言います。正確に言うとこのような崖はいくつかあるので、そのうちの一つが国分紫外線ということです。武蔵野台地は、青梅付近を、出たですね、多摩川が、土砂を王子型に堆積させてできた地形の、を基盤としてできた地形のことを武蔵野台地と言います。埼玉県と東京都にまたがっていまして、まあ大体東京都の大部分と、埼玉県の一部を含んでいます。で、では国分紫外線の詳しい説明をしたいと思います。国分紫外線とは東京都の武蔵村山市から、世田谷区まで連続して続いています、ここの崖のことを国分紫外線と言います。だいたい長さは 30km ぐらいあります。で、先ほど写真でお見せしました国立駅と、西国分寺駅はここにあります。国立駅がここ、西国分寺が駅がここにあります。で、これ今地図がこう色で塗られてるんですけども、同じ色のところは同じ証拠であるということを表しています。ですので、隣の西国分寺駅よりも国立駅の隣の西国分寺駅よりも国立駅は標高が低いということになります。で、国立駅の次が西国分寺駅で、西国分寺駅の次が国分寺駅なんですけども、国分寺駅と国立駅の標高は大体同じぐらいです。ですので国分寺駅を出発した電車は、もしこのまま切り通しが何もないとすると、一回少し上がってまた下がることになります。で、電車というのは勾配に非常に弱いです。ですのでこんなことをすると電車の通行に支障をきたします。ですので、電車がなるべく同じところの同じ証拠を通れるようにするために、西国分寺駅あたりがこのように切り通しになっているんです。で、この奇妙な切り通しの部分にホームを作ったため、西国分寺駅のホームは、まあ、半地下のような構造になっています。で、国分寺外線は河岸段丘があります。で、河岸段丘というのは、河川が台地を削ったことによってできた階段状の地形のことを河岸段丘と言います。群馬県沼田市にも同じような地形があります。では、そんな河岸段丘はどうしてできるのでしょうか。まあ、川がこのようにして削ることで河岸段丘ができるのですが、で、まあ、より詳しく説明します。で、まず川は下を削ろうとします。なぜこのような下に削ろうとするのでしょうか。それは隆起が関係しています。地震で隆起することで、流れるスピードが速くなって、その結果、川は下へと削ろうとします。また、気温の低下も関係しています。気温が低下しますと、雨は雪に変わっていきますよね。で、雪は降ると積もります。雨だったら降っても、そのまま地面を流れて川へ届いていくと思うんですけど、雪の場合は、降ったら積もって、そして気温が低下していますので、積もって雪はなかなか溶けません。ですので、必然的に川へ流れ込む水の量は減ります。で、川の水量が少なくなりますので、
海に流れ込んでくる水の量もどんどん減っていきます。でその結果海面の低下が起こります。海面が低下することで標高差は大きくなります。その結果川の流れるスピードは速くなって川は下を削ろうとします。そしてそれが落ち着きますと川は横へと削ろうとします。皆さんはイメージしにくいかもしれませんが川は流れる場所を何度も変えていきます。そうした結果川はどんどんと横を削っていきます。その結果河原がどんどんと大きくなっていきます。そうした下へ削ろうとすること、そしてそれが落ち着いて横へ削ろうとすること、その繰り返しによって海岸上の地形、河岸段丘ができていきます。こんな感じです。で、川が下を削ろうとすること、このことを下方侵食と言い、川が横を削ろうとすること、このことを側方侵食と言います。このようにして河岸段丘ができます。で、河岸段丘の段丘外、下に行きますとこのような湧き水が湧いているところが見られます。で、余談なんですけど、この国分寺外線など、多摩地区ではこうした崖のことを崖もしくはママと呼んだりしています。で、話を戻しますと、このように段丘や崖の真下では水が湧いていることがあります。この図は国分寺外線を真横から見た様子を表しています。この斜面が国分寺外線だと思ってください。国分寺外線の、を真横から見るとこのような地層が続いています。一番上の地層は火山灰からできたメローム層、次は、粒の大きい石からできた礫層、その次は、粘土のようなものでできた、シルト層があります。で、この上総層群と呼ばれるシルト層はこの地域が、海の底、海の中にあった時に堆積した地層です。で、地層は、多摩川が土砂を運んできてその土砂が堆積したことでできた地層です。で、ローム層というのはこの辺の近くの火山、富士山とか箱根ですねから、やってきた火山灰が堆積したことでできた地層です。で、なぜこの段丘外の真下で湧き水が湧くかということですけど、段丘の上に降った雨は、ローム層の中を染み込んでいきます。そして、礫層というのは先ほども言いましたが粒の大きい石から成り立っています。一方でシルト層というのは粒の小さい石から成り立っています。石というか、粘土に近いです。で、礫層というのは粒が大きいですので中は隙間がかなり空いています。一方でシルト層というのは粒がとても小さいですので粒同士はとてもギツギツに詰まっていて隙間がほとんど空いています。ですので礫層は水は通しやすいですが、シルト層は水を通しにくいです。その結果水は礫層を流れ、そして礫層を流れた水は結果的にこの境界部分で湧き水となって出てきます。なので、国分寺外線や段丘外の真下ではこのように湧き水が湧いています。国分寺外線の国分寺とは一体何でしょうか。それは国分寺外線が武蔵国分寺と呼ばれるものの近くを通っていることに由来します。そもそも国分寺とは奈良時代に聖武天皇が仏教による国家鎮護を目的に、建立を全国に支持した寺院です。そうした全国にある国分寺、国分寺のうち、武蔵国、今の東京と埼玉ですけれどもにあった国分寺のことを武蔵国分寺
と言います。現在でも奈良時代に作られた武蔵国分寺は跡地として残っています。このような感じです。また、奈良時代の武蔵国分寺は鎌倉時代の終わりの不買河原の戦いで消失してしまいましたが、その後引き継ぐような形で武蔵国分寺が建立されました。本尊には、国の重要文化財に指定されている仏像が祀られています。このように国分寺外線は大変魅力的なものです。コロナが落ち着いたら皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。最後に、武蔵国分寺並びに先ほど紹介しました、湧き水も実はこの武蔵国分寺の近くにあります。なので、ここへのアクセスを少しご紹介します。ここはですね、西国分寺駅から、東へ歩いていただいて、そのまままっすぐこの道沿いを行くと、行くことができます。西国分寺駅では、JR 中央線や、武蔵野線を使って行くことができます。ですが、中央特快は西国分寺駅に停車しませんので注意してください。ここまで視聴いただきまして誠にありがとうございます。これで国分寺外線の秘密に迫る国分寺外線の障害に関する動画は以上となります。他にも多摩交通局ではいろいろな動画を上げておりますので、ぜひそちらもご覧ください。